2023年12月9日、土曜日エディオンアリーナ大阪、K1 リバース2の追加対戦カードが発表された。写真、いかにも気が強そうな挑戦者プリフティ出場が決定していた K1 ワールド GP 女子フライ級王者かな、K1 ジム三元舎やシルバーウルフが、初来日のアントニアプリフティ、ギリシャ、ファイトクラブガラツィ、テファヌスエリートチーム、 を相手に4度目の防衛戦を行うことが決定。カナは小学生で空手を始め、高校、大学時代には陸上でも活躍。大学卒業後に K1 ジム三軒茶やシルバーウルフの門を叩き、2015年9月にプロデビュー。第2代、第4代クラッシュ女子フライ級王座につき、2018年3月に K1 デビュー戦を果たす。2019年12月に、 初代女子フライ級王座決定トーナメントで優勝して初代王座に就いた。2020年11月、久見に VS、日本人初黒星を喫し、その後は怪我の治療で長期欠場を余儀なくされたが、2022年2月に復帰。6月のスーリーマン・フレディ戦から外国人を相手に4連続 KO をマークし、3度の防衛に成功している。戦績は22勝。 11KO、3敗プリフティはキックボクシングで21勝、5KO、2敗1分けの高い勝率を飾り、並行して MMA では4戦、2勝1敗1分けのキャリアを持つ二刀流ファイター。これまでに行くとベンデッタの2団体でから 57kg の世界王座を獲得。区から 55kg ギリシャ王者にもなっている。そこから K1 フライ級、52kg。 見落としてどこまで動けるかが鍵となるが、かなより6センチメートル高い166センチメートルの長身とパワーは脅威となるだろう。ファイトスタイルは、とても攻撃的で左右のフック連打は、ハリケーン、の異名がつく通り回転が止まらないほど強力。前蹴りで自分の距離を作り、パンチの連打に持ち込むのが必勝パターンだ。相手を恐れずに前へ出ていくスタイルは、なかなか止められないのではないか。 22歳、対戦相手にカナは自身の SNS にて、相手決まりました。2、3階級上で戦って世界のベルトを持ってる相手なので警戒するところは多いですが問題ない。しっかり仕留めて、締めくくります、と宣言している。